外ヶ浜町か小国付近13個大橋青森、県道12号味ヶ沢かにた線は、青森県西津軽郡味ヶ沢町から、東津軽郡外ヶ浜町に至る県道である。起点は、味ヶ沢町の国道101号上で、津軽市木造湖清水まで重複した後、津軽平野を北上する。岩木川の河口にあたる13個の西側を北上して13、高大橋でまたぐ。 13個の北、古書川らしい粗末で、国道339号に合流して東へ、進路を変えて、中泊町、今泉まで重複する。中泊町、今泉から北へ分岐し、津軽半島を横断し、外ヶ浜町カニタの終点で、国道280号に接続する。中泊、外ヶ浜間は、山並ラインと呼ばれる。中泊、 外ヶ浜町境の中山峠には山並トンネルが開通し、半島を横断する3本の主要地方道では最も整備が進み、通年通行化となっている。なお、山並ラインの開通記念碑は中山峠の外ヶ浜側にあったが、山並トンネルの開通で中山峠の旧道区間が廃道となったため、山並トンネル、外ヶ浜側高校付近に移設された。 味ヶ沢町から五所川原市13の区間にはこの県道にほぼ並行する病部山広域濃度があるが、濃度は12月1日より翌年3月31日まで冬季閉鎖となる。ABCD 県道の路線の認定。青森県。2014年5月17日閲覧。S 道路法第56条の規定に基づく主要な 都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省国時代1270号建設省山並トンネルに関するカテゴリー。ありがとうございます。